石井博子は女子競輪選手。日本競輪学校第104期生。日本競輪選手会東京支部所属。ホームバンクは慶応各競輪場。妹の石井高子も競輪選手で、競輪学校でも同期生であった。埼玉県春日部市出身。埼玉県立杉戸農業高等学校に入学直後、同校自転車部の勧誘により入部したことをきっかけに、 選手生活をスタート。2003年に山梨県境川自転車競技場で行われた JOC ジュニアオリンピックカップのスプリントで2位に入った。高校卒業後、明治大学文学部に進学。大学在学中の2007年 ACC トラックアジアカップ競輪で優勝。全日本大学対抗自転車競技選手権では 3km 個。 追い抜け競争とポイントレースで優勝する。社会人1年目となる2008年6月に行われた全日本自転車競技選手権大会のポイントレースで優勝。同年7月から9月まで開催されたエキシビションイベントであるガールズ競輪サマービーナスシリーズでは参戦中2戦で優勝。2009年1月から3月まで開催された エキシビションのガールズ・ケイリン2009ビーナスシリーズでも6戦中5戦で優勝し同イベントでは通算9戦中7戦で優勝するという圧倒的な強さを見せた第29回アジア自転車競技選手権大会ではケイリン2位ポイントレースとチームスプリントでは3位に入った2010年エキシビションのガールズ・ケイリンにて6戦中3戦で優勝また 全日本自転車競技選手権大会ポイントレースで優勝。2011年全日本自転車競技選手権大会ではいずれも新種目となったチームスプリント競輪で優勝し初代優勝者として名を刻んだ。12月16日妹の高子と共に競輪学校の第104回入学試験に合格。2012年 全日本自転車競技選手権大会で前田佳代のと組んだチームスプリントで優勝しコンビとしても連覇達成。トラックワールドカップ仮大会では前田佳代のとのコンビで2位。2013年3月27日に行われた競輪学校卒業記念レースでオール一着の完全優勝。競輪学校時代の在校競争成績は57戦52勝で、 1> 第1位であった。4月10日、日本競輪選手会東京支部の競輪選手として登録され、5月10日の慶応各競輪場でのデビュー戦で初勝利を挙げた。翌11日も勝利して迎えた5月12日の決勝でも圧勝し、デビュー場所で完全優勝を果たした。6月2日、平塚での決勝でガールズ競輪史上初のデビュー9戦無敗を記録。 9月15日、ガールズ・ケイリン・コレクション2 0 1 3慶応各ステージ、にてファン投票2位で選抜され、ガールズ・ケイリン・コレクション初出場初優勝を果たす。これで、当節を含め8場所連続優勝となった。2014年、3月22日に行われた、ガールズ・ケイリン・コレクション名古屋ステージで優勝し、コレクション連覇を果たす。5月1日、静岡・ケイリンで、 通算100勝達成。2017年8月12日に行われたガールケーリンコレクション岩木大螺ステージのアルテミスショーレースで優勝。12月28日に行われたガールズグランプリで5回目の出場で初優勝。そして同年は2263万1000円の賞金を獲得、初の年間賞金上を伴った。2018年 7月16日に行われたガールズケーリンフェスティバルで優勝。これにより、グランプリ、コレクションと合わせて、ガールズケーリン特別競争のうち優勝賞金が200万円以上のビッグレースをすべて制覇。年間通しても安定した成績を残し、獲得賞金額1580万円は、小玉緑に次ぐ2位であった。2019年2月17日のコクラミッドナイト、 競輪にレースで一着となり、奥一スムに次いで、ガールズ競輪2人目となる通算300勝を達成。登録日から5年10ヶ月7日での達成であった。ガールズ競輪では、登録日から7年以内に通算300勝を達成すれば、表彰対象とするという規定があり、3月6日に、京王各競輪場にて表彰式が取り行われた。8月17日、 ガールズ・ケイリンコレクション名古屋、ステージガールズ・ドリームレースで、小玉・ミドリの番手から差し切って優勝。コレクションは4度目の制覇となった。8月25日、松坂決勝で2着となって、ガールズ・ケイリン史上初の通算取得賞金1億円を達成した。2020年6月21日の岩木大蘭範囲にて、ガールズ・ケイリンでは史上初となる。 通算100回目の優勝を達成。2021年2月4日の西武園ファイ初日第7レースで一着となり、ガールズ経輪初の通算400勝を達成。デビューから553戦目、7年8ヶ月26日目での達成であった。5月5日の福井ファイで優勝し、ガールズ経輪では初となる全馬制覇を達成。 開催実績のある全国41競輪場のうち、建て替えで休止になるまで自身に、全く配分のなかった千葉を除く全国40の競輪場すべてで優勝を果たした。最後に残ったのが配分の機会がほとんどなかった、福井で2回目の配分である今回、優勝を果たし快挙を達成した。5月22日の川崎ファイ二日目第2レースにて、勝利し、24連勝を達成。 カジタマイと児玉ミドリーが持つガールズ競輪最多連勝記録に並んだが翌23日第8レースの決勝戦では2着となり記録更新はならなかった。7月18日ガールズ競輪フェスティバルで2年ぶりのタイトル獲得、またフェスティバルは3年ぶり2度目の制覇となった。ありがとうございます。